エンジェルスレンドン。ファンは自分のことを知らない。表面上、例えば体重とか身長は分かっているだろうが、個人としての自分を理解していない。俺だって手術なんかしたくないよ。ファンの人たちは自分が痛みに耐えることが大好きで、手術を愛していると思っているのか？俺は子供を持ち上げられないし、歩くこともできないんだぞ。それを楽しんでるとでも思ったのか？いっぱいお金もろてますやん。ありえない額を。文句言われて当たり前。引退しろよ、歩けないなら給料泥棒が。レンドンの話はもういいかな、どうでもいいよ。レンドン、何を言ったところで無駄だよ。本当に心の底から言いたくないけど、君はそういう状況にあるし、それは君が作ったもの。君いくらもらってるんだっけ？忘れちゃった？逆になぜそのお金を君はもらっているんだろう？この画像を貼るのは悪意を感じる。懐かしい画像。後日大谷がこの真似らしきことをしてチームメイトを負傷させてたな。気持ちはわかるけど、それは親としての責任であって、プロ野手選手としての責任は別次元なんだよな。親としては何も言わないけど、ビッグディール受けた選手としては言われるのは仕方ないやろ。にしてもお金を払って見に来てるリスペクトはないとね。口を開けばルーキーのやる気をそぐような発言ばかり。人間性はわかったから、もう黙ってた方がええやろ。ファンは自分のことを知らないってのは事実だろうが、ならなおさらいらん発言はするなよと強く思う。ファンは発言とか表面出たものしかわからないのだから、より印象悪くなるだけやん。やっぱレンドンは大型契約のせい？これを先に分かってればエンゼルスも契約慎重になれてたかな。家庭愛は立派、でも結果出してないからすんごい格好悪いやろ。やっぱりな、先に金をもらったら仕事はしない。レンドン過去のが掘り返されてるかと思ったらまた言ったんかよこいつ。本音と建前知らんのか。いやわかるけど、それをプロが言ったら、ファンが気持ち込めれないだろ。熱いものを見に来てるわけだし。大谷は確かに良い影響を与えてるけど、レンドンは悪い影響を与えてるのは間違いない。